どうもヒューガバーカクテル探偵団でございます。今日はカクテルの作り方の動画をやってみようかなと思います。カクテルには作る楽しみと飲む楽しみとがあると言われてます。今までは飲む楽しみをより倍増させていただこうということで、そのカクテルの発祥だったりそのお酒の紹介をしてきたわけですが、今日は作る方の楽しみをぜひぜひ皆さんに味わっていただきたいなと思って、作り方を話していきたいと思います。まあ第1回目何にしようかなと考えたんですが、やはり手軽に作れるカクテルとしてハイボール、こちらをねご紹介したいと思います。ただハイボール家で作るとなんか水っぽくなっちゃうんだよねとか、案外ウイスキーの個性って感じないよねとか、ウイスキー以外に苦味とか酸味も感じるんだけどなんていう方もいらっしゃると思います。そこを解決できるような方法を今日はお話していきたいと思います。なので発祥とかはね割愛させていただきたいと思うんですが、ハイボールの苦味とか酸味を感じるというところはですね、実はこれ炭酸水のせいなんですよね。以前いかに炭酸を抜きにくくするにはどうすればいいのかというのを論文をベースにしてお話したんですけど、その時にもお話しましたけど、炭酸水ってあれ水みたいなものだから味ないんじゃないのと思う方もいらっしゃると思うんですが、苦味と酸味の原因はそのお水の硬度だったり、炭酸水素ナトリウムを溶け込ませることによって液体の炭酸水の pH が酸性に寄ってしまうので、それで酸味を感じてしまったり、あとはその炭酸のシュワシュワっとした刺激を脳が痛みと感じてしまって、それが苦味と感じるようになってしまうんじゃないかとか、まあいろいろ言われてるんですよね。メーカーによっては炭酸を多く溶け込ませるために塩分を入れてるメーカーもあるので、まあそれによって炭酸の味がハイボールに大きく影響してしまってるということはあります。なのでその辺も今日はね、改善できる方法をお話ししていきたいなと思います。まず材料ですね。材料は今日はブレンデッドのスコッチウイスキーを使います。デュアーズの12年、そして炭酸はウィルキンソンの炭酸を使います。まあこの炭酸っていうのはですね、まあ昔から自然にガス入りのお水っていうのは湧き出していて、古代ローマ時代から重宝されてたというお話はあるんですけど、まあ実際に人工的に炭酸を作り始めた最初はですね、1767年にイギリスのジョセフ・プリストーリーという人物が発酵しているビールの桶の上に水の入ったボールを置いておくと、そこに炭酸が溶け込んでシュワシュワのお水になるよということを発見したのが、まあ、人工的に炭酸を作れる最初の発見だと言われています。ちなみになんですけど、炭酸水じゃなくて人工の炭酸飲料を最初に作ったのはクレオパトラじゃないかなんていう説もあります。クレオパトラがブドウ酒を飲むときに美容と不老長寿のためにそこに真珠を溶かし込んで飲んでいたと。でその真珠が溶けることによって炭酸ガスが発生して、炭酸入りのブドウ酒をクレオパトラは飲んでいて、これが世界初の人工的に作られた炭酸飲料じゃないかというふうに言われています。はい、それでは早速作っていきたいと思いますが、今日は常温のウイスキーを使います。これ常温にするのか冷蔵にするのか冷凍にするのか、この好みが分かれるところなんですが、常温を使った方が比較的口当たりが優しくなってウイスキーの風味が感じやすいです。で、冷凍にすると結構どっしりとしたキリッとしたハイボールになります。で、まあ冷蔵だとその間ぐらいの味っていう感じですかね。まあ実際にハイボールができた時の温度もだいたい常温を使うと4度ぐらいになります。で、冷凍のウイスキーを使うと1度ぐらいになるので、まあ、そこでだいたい3度ぐらいの差があるんですけど、4度まで冷えていれば十分冷たくて美味しい飲み物になると思うので、今日は常温のウイスキーを使っていきたいと思います。はい、それではまずレシピですね。レシピはウイスキー1に対して炭酸がだいたい2から3の間です。僕は 2.5 です。だいたいウイスキーを 40ml 注いで炭酸を 100ml 注ぎます。これハイボールを飲みやすくしようとして薄くしようとする方がいらっしゃるんですけど、これ薄くしてしまうと先ほども話したように炭酸は苦味と酸味を感じてしまうので、炭酸の量を増やしてしまうと逆に苦味を感じたりとか酸味を感じたりしてしまうんですね。なのでウイスキーの味もしっかりと感じれるハイボールということで言えば、まあ1対3ぐらいまでがいいんじゃないかなと思います。で、まあウイスキーの銘柄、まあいろいろお好みがあると思うんですけど、今日はそうですね、僕がよく使う銘柄はまた
最後の方でお話してまとめてお話していきたいと思います。はい、では作っていきますが、まずタンブラーですね、グラスです。うちは12オンスのタンブラーを使ってます。冷やしておいた方がいいですね。グラスは冷やしておいた方が仕上がりのいいハイボールになります。で、ここに氷を2個から3個ぐらい入れていきます。はい、2個から3個、今日は3個詰めてますね。あまり霜がついた氷よりは霜がきれいに取れてくれた氷の方がいいですね。霜がついてるとそれで炭酸が抜けてしまいますからね。はい、で、この氷というのは小さければ冷えやすいです。その代わり溶けやすいで、大きければ溶けにくいけど冷えにくいです。ただハイボールに入れる氷というのは冷やす目的ではなくて、あくまで保冷の役目なので、まあ大体この2個から3個ぐらいでいいと思います。細かい氷をたくさん詰める必要はないと思います。まあそうしちゃうとすぐ溶けちゃいますからね。作っていく工程としては、注ぐ、少し混ぜる、注ぐというこの3工程です。で、まずこの注ぐですけど、ウイスキー、まあ大体これ常温なので18度から20度ぐらいになってます。それを氷に当ててこうやって注いでいくことによって、大体8度ぐらいまで、8度から9度ぐらいまで冷えてくれます。ただその時に4ミリリットルぐらい氷が溶け出してしまいます。水が溶け出してしまうので、その水を2番目の工程、混ぜるという工程で少しこう取り込んであげるイメージですね。氷に当てて注ぐだけで8度とか9度ぐらいまで冷えてくれるので、あとは炭酸水の7度とか5度とか7度ぐらいまで冷やせばいいので、そんなにね、たくさん冷やそうと思って混ぜる必要はないと思います。少し、まあ5回転から10回転ぐらい混ぜれば十分冷えてくれるので、あとはまあその混ぜる時のイメージとしては、溶けた水を取り込んであげる。そうすることによってウイスキーの香りがふわっと立ち上がってくれると、まあそんなイメージで作っていただければいいと思います。そして炭酸水を注ぐという3番目の工程になるわけですが、ここがポイントになってきますね。まあここはね、まあ作りながらお話していきたいと思います。じゃあまず1番目の工程、注ぐです。ウイスキーを 40ml、はい、そしたらここで溶け出したお水を少し取り込んであげてください。この混ぜるという行為で氷がだいたい 3ml ぐらい溶ける。だから最初注いだ時に溶けた氷の 4ml、 そして混ぜる上で溶け出しがある 3ml、 この 7ml ぐらいを上手にウイスキーと融合させてあげてください。5回転から10回転ぐらい、そうするとふとウイスキーの香りが立ち上がる瞬間があるので、そこで止めていただければいいと思います。まあ、最初のうちはこう混ぜながら、少し味見しながら混ぜて いっていただけるといいと思います。あまり混ぜすぎるともう水っぽいウイスキーを炭酸で割るという風になってしまうので、混ぜすぎにはここは注意という感じです。続いて3番目の工程、注ぐという行為ですね。はい、ここが今日のポイントなんですけど、氷に当てないように注ぐと今までいろんな動画で言ってきました。氷に当てない方が炭酸はしっかりと残ってくれるので、ちゃんとシュワシュワっとしたハイボールになるんですが、先ほども言ったようにちょっと苦味を感じるんだよねとか、ウイスキーの個性案外分かりにくくなっちゃうんだよねっていう方はですね、この注ぐ時に半分だけ 50ml だけ氷にまず当ててください。氷に当てながら注いでいただいて、そして残りの半分を氷を避けて注いであげてください。こうすることによってある程度の炭酸が抜けてくれます。これによって苦味とかを感じにくくなって、ウイスキーの味そのものの風味を感じやすくなるので、これが今日のハイライトですね。はい、で、まあ、軽く上下させて混ぜてあげると、これでハイボールの完成です。こうするとウイスキーの風味をしっかり感じれて、変な苦味も感じない美味しいハイボールになると思います。はい、じゃあちなみにおまけとしてなんですけど、今日は氷がないバージョンのハイボールもご紹介したいと思います。氷なしのハイボールを作るポイントとしては3つです。グラスはちゃんと冷やすこと、そしてウイスキーは冷凍させてください。で、最後3つ目、炭酸水は勢いよく注いでください。この3点です。じゃあ実際に作っていきたいと思います。
これなぜ冷凍させるかというとですね、先ほどはちょっとお話ししなかったんですけど、アルコールっていうのは薄まるとそこに水とかが加わってしまうと希釈熱って言って熱が出てしまいます。だいたい2度から3度ぐらい温度が上がってしまうと言われてます。でその2度から3度ぐらい温度が上がることを想定してウイスキーは冷凍させてるわけです。この方法を常温のウイスキーで作ってしまうと炭酸がやはり抜けにやすくなってしまうんですね。なので冷凍、しっかりと冷えたウイスキーを使ってください。はい、じゃあまずウイスキーをこれ 60ml 注いでいきます。というのがだいたい氷が入らない分炭酸を先ほどのハイボールの倍ぐらい注ぐので、だいたい 60ml ぐらいしっかりと入れてください。はい、60ml 注いだらここに炭酸、これはウィルキンソンの炭酸 190ml 入ってます。これを1本丸々使っちゃいます。いいですか、いきますよ。真下にして勢いよく注いでください。こうすることによって液体を注ぐだけでも十分混ざってくれますから、これで氷なしのハイボールの完成です。このハイボールは時間が経っても氷で薄まっていかないので、結構しっかりとした味が長い時間楽しめます。しかも冷凍を使っているので保冷の氷の必要もなく冷たく飲めると、そういうハイボールになってます。はい、それではおすすめのウイスキー銘柄、僕がよくハイボールで使うウイスキーの銘柄トントントンと紹介していきましょうか。ブレンデッドのスコッチウイスキーを最近は使うことが多いんですけど、ブレンデッドのスコッチウイスキーとしては、デュアーズの12年とか、デュアーズのホワイトラベル、このホワイトラベルはバーテンダーが一番好むハイボール用のウイスキーなんて言われてますね。まあこちらを使うか、スパイシーでちょっとスモーキーなハイボールがいいなという方にはこのジョニーウォーカーですね。世界一売れてるウイスキーと言われてます。あとはですね、オールドパー、これも最近お気に入りでよく使いますね。オールドパーを使うと結構コクのしっかりとした、それでいてフルーティーな感じのハイボールに仕上がります。はい、続いてシングルモルト。シングルモルトのバージョンも最近お気に入りでよく使うんですけど、グレンフィディック12年。まあ、2015年ぐらいまでは世界一売れてるシングルモルトウイスキーだったんですけど、最近はグレンリベットに1位の座を奪われてますね。ただ、安くて美味しいウイスキーです。洋梨とか青リンゴのような風味がしますね。同じような青リンゴとか洋梨の風味がするウイスキーとしてはこのグレングラントの10年。あとバーボンウイスキーを使っても美味しいハイボールになりますね。スコッチウイスキーとかを作るよりはこうフルーティーでしかもしっかりとコクのあるというかバーボンっぽさも残るハイボールにバーボンを使うとなります。僕がよく使う銘柄はまずメーカーズマークですね。ちょっとオレンジのような風味が立ちますね。あとはもうちょっとしっかりとしたバーボンの味を残したいという時にはオールドグランダット。あと飲みやすい風味としてもう少しサラッとしたウイスキーの風味が優しいハイボールがいいなという方にはカナディアンウイスキーがおすすめです。カナディアンウイスキーだとカナディアンクラブの12年。まあ、この他のウイスキーと比べて一番口当たりが飲みやすいハイボールになると思います。カナディアンウイスキーですね。まあ、あとは同じように飲み口がいい優しいハイボールがいいという方にはアイルランドのウイスキー、アイリッシュウイスキーもおすすめです。こちらブッシュミルズとか、僕がアイリッシュコーヒーカクテルのアイリッシュコーヒーの時でよく使うタラモアデュー、この辺のねアイルランドのウイスキーを使っても飲み口のいい穀物感も感じるハイボールになると思います。まあ、このブッシュミルズは創業が1608年ですからね、徳川家康の時にできたウイスキーですね。まあ、世界で一番古いウイスキーはアイルランドじゃないかという説がねあるぐらいの、まあ、歴史あるウイスキーです。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ皆さんも実際に作ってみて、味見して、いろんなやり方を試してみて、作る楽しみをぜひ味わってみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。